シュピーン。サボった。また出ちゃった。なかなかゲルド語が抜けなくって。おはようって言いたかったさね。どんな時間でも起きた時はおはよう。すげえな。何時間過ごしたんだろうね。ありがとう。しかもスタミナも黄色いマークがついちゃって嬉しいな。さーて続きまして。まだ朝早すぎて起きてない？お、沈んじゃった。うちを直してくれたお兄ちゃん。テントの中も秘密基地みたいに楽しかったけど、やっぱり村が一番。みんなお兄ちゃんのこと救世主様って言ってるよ。村を元通りにしてくれてありがとう。お兄ちゃんと遊んであげたいけど、先に父ちゃんの青いシャツを。青いシャツ、父ちゃんの宝物。大事なもんだから鉄の宝箱に入れて大切にしまってあげたい。どこを探しても見つからなくて、多分海賊に海に沈められちゃった。もしそうなら重いもんだし、この湾の中からは出てないはずだと思ってる。父ちゃん平気な顔してるけど、きっと悲しい。早く見つけてあげないと。青いシャツってこと、君とペアルックってこと。父ちゃんの青いシャツ、全ひょっとして前々から気になっていた、そこの方に沈んでるものって、君の父ちゃんの、君のお父ちゃまのシャツだったりするの。じゃあなんか使ってよみたいなものがあるじゃん。あ、それよく見たら宝箱の形してる。宝箱の形してるっぽいよ。よし、それの先端にニューン、ここに足が乗っかる。これでいけたら最高なんだけど、どうだろう。ほい、遠いな。そんな時、乗ってくれ、頼む乗ってくれからの、もう一丁、はい、からの、結構先だな。もう一個お願いします。どうよ、違う違う、やったー。これで全然違ったら笑うけどな。で、つける。乗ってくれ。はい。いやー、驚きの多い村だぜ。お、どうしたの。また一仕事？相性バッチリ。相性バッチリだったかな。むしろ逆っぽいけど、まあとはいえよ、相性が合わないっていうのは別に好き嫌いとは関係ないからな。今ちょうど村長と新しいウオトリー名物を作れないかって、なんかパーッとみんなで楽しめるような娯楽が、いろんなところ探してんでしょ。何かいいアイディアない？まあそうだな、そこにある瓦礫を救い出してよゲームってのはやんない方がいいと思う。だって海の上のホテル、それまた瓦礫を抜けとか言うんじゃないの。水中旅行、水上ラリーとかさ、あのウェーブレース64とか思い出しません？任天堂さんの。それはいいかもしんない。確かえのき団とこでラリーのプロを呼んで新しい乗り物を開発してる。ラリーのプロ、えのき団さんっていうと北東のあっかれ地方にあるの市から村の市から村さんと、この開発が終わったらぜひとも。しかしそんなプロの方々がうちなんかに。リゾート計画、ラリーのプロ。まあそっち方面にも行きたいと思ってますよ。なんならほら、ロベリーさんからなんかお使い頼まれたもんな。あれあれ、そっちから来たの、ロダンって。救世主って君のことだったんだね。もっと屈強の人と思ったからびっくりしたよ。君強いんだね。強さとは関係ないよ。鳩の村で会った時に妻がこの村の出身だって言ったっけ。言ってた。
村が海賊に襲われてからずっと塞ぎ込んでたけど、君が海賊を追っ払ってくれたおかげで移住。何？これからは魚取り弁覚えていかないとな。大丈夫大丈夫。へえ、それを喜ぶんじゃないの奥さん。まあもちろん果ての村の名物の一つにもなってたと思うけどね。君たちずっと座って、あの灯籠のところに座ってな、見張ってたと思うんだけど、消えた。いました、消えた宝箱。父ちゃんの大事な、よしこれで30秒戻してやる。消えた宝箱。父ちゃんの大事な青いシャツが入った鉄の宝、どこ行っちゃった。海に沈んでるなら重いもんだし、このワンナがあるんだけどな。平気な感じだけど、早く見つけてあげないと。そうよ、これ違うの、これ開けちゃっていい、これ。青いエビシャツ。南の島に伝わる柔らかな着心地のシャツ。風通しの良い生地でできていて、作られていて、暑い地方で着るのに適している。暑さカード。それっぽいのあるよ。あれ、お兄ちゃんから父ちゃんの匂いが。もしかして父ちゃんの青いシャツ持ってる？バイバイ。おかしいな、あの鼻の奥にまとわりつく独特の匂いは父ちゃんの匂いだと思ったんだけどな。さよなら、バイバイ。よーし。へー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 、来ちゃったもんね。どこから？父ちゃんだよ。救世主の兄ちゃんだ。お家や村直してくれてありがとうございました。どう、昨日の挨拶上手でしょ。昨日長房台のとこでお話したのは覚えてるよ。今はね、海の上歩く練習してるの。すげえな。それで兄ちゃんと一緒に海に沈んだお宝探すんだ。青い宝箱の鉄のシャツ。青い宝、そっちがいい。青い宝箱だった、鉄のシャツ。あれ、お兄ちゃん着てるその青いシャツって、残念、鉄のシャツだったら絆兄ちゃんが探してるやつだの。でんでで、これ誰のシャツでしょうか。あれ、兄ちゃん、それどこで拾った？父ちゃんに持ってってあげたいからさ、脱いできてくれると。脱がなきゃいけねえの。この届けてあげるよ。父ちゃんどこよ。ちょっと先に、父ちゃんどこよ。料理屋さんでしょ。ほれ、届けてあげるよ、直によ、救世主様が。はあ、どうしたもんか。父ちゃん、はあ、大事な服だね。どうしたもんか。こう新聞でも読んで気を紛らわせるだわいさ。さてと、最新の記事は、ハイラル一のリゾート地、完全復活か、再び美しい姿を取り戻した。おいおい、どこ行ったんだ、あのサラバード。サラバードだろ、その記事書いてんの。復活劇の裏に急性、まあ、記事書いてるっていうか、そのニュースを使う、第一報を、この掴みに来てるんじゃないの、どっかに。あの避難先であった兄ちゃんがまさかわしらの救世主となるとはな。もう夢中だ夢中。奥さんだったら分かるじゃないの。今日のおすすめ、あら、そのシャツ、うちの夫が持っていたのにそっくり。それそのものだよ。これよーく見たらエビっていうか、ロブスターじゃないか。いけないいけない、仕事仕事。この村唯一の料理屋オキルへようこそ。眺望台で会った時から他の旅人さんとは違うなと思ってたさね。うちも店も村も元通りに修復していただいて、救世主様や桜田さんにはもう足を向けて寝られない。それにしても楽しい宴、みんなにあんなに笑ったのは久々。桜田さんとうちの子たちの踊り思い出すだけで何度でも笑える。よかったらうちの店のおすすめ料理の海鮮パエリアを持ってっておくれよし。ありがとう。今まで頼ることない料理、うちのコンセプト、いろんな場所で腕を磨いた私の料理食べてって損はない。もちろんお題はいらない。いいの？いただきます。海鮮パエリア、贅沢な海鮮食材をたくさん使った特別な料理、漁師たちの祝い事に欠かせない一品。召し上がれ。また新しい料理考えとく。他にないの？他に。あら、そのシャツ、そっくりそっくり、売り切れ。どうせ作るなら新しいメニュー考えたいから、もうちょっと時間。いやー、ここは楽しみだな。つうことで、つうことで、料理、まあ料理がっしり作るか、ここでなあ。結構ストックあるんじゃないの。なので作っていこうよ。なんかマックストリュフ系面白いんじゃないの。1,2からの、そうですね、まあリンゴ、リンゴ、おい、料理ー。
プラス2、完全回復。いいじゃん、いいじゃん。持て余してもしょうがないかな。じゃあ、これの、ヤシの実バージョン。よし、どんどん、どんどん行こうよ。今度は？そんなにレパートリーないっていう。キノコいっか。ひんやり頑張り。普通がいいんだけどな。普通が意外とな。あ、空だけ。ハードの数が小さいからな。どうなんだろう。イエーイ。な、あとはカチコチ系行ってみる。なんかそういうカニさんいなかった。カニさん、まあせっかくここに来たんだからさ、海鮮作りたいよね。頑張り鎧、これ3つプラス、よし。まあキノコが一番美味しそうだけどな、個人的な好みで言うとよ。イエーイ、防御アップ。ちょっとやりすぎた感があったな。ハードの数がそもそもそこまでないからな。あとはもうちょい作っときたよね。もうちょいね。鎧だけ、スーパー鎧だけだ。いいじゃん、9分。どうしたどうした、腕、料理の腕前上がっちゃった。よし、いいんじゃない。あとは剣バナナバージョン。いいね、いいね。あとは普段使いでいきそうだな。何の効果もついていないものを少し付け足しておくか。4つぐらいでいいんじゃない。料理ポーチいっぱい。なるほど。よし、じゃあ坊主。あ、そう、脱げ言われた。脱げ脱げ。じゃあ脱ぐ。兄ちゃん脱いでくれたんだね。あのシャツは父ちゃんが大事にしてたことさね。シャツを渡す。ありがとう兄ちゃん。もう料理した煙、料理の香りがついちゃってるけどよ。あと足の汗。父ちゃんの青いシャツ、この兄ちゃんが見つけてくれた。父ちゃんの匂いがする。本当かな。もうそれって足をお父ちゃんとみんな認定してくれたってことじゃないの。お前たち海で遊んでるかと思ってたが、これを探してくれたさね。ありがとうだわいさ。村のことだけじゃなくて、わしのシャツ探しまで手伝ってもらって、なんとお礼を。その青いシャツはわしが若い時によく着ていた。でも今は母ちゃんからもらった服があるから、もうわしは着ることもないし。まさか。よかったらあんたそのシャツもらってくれ。もう着ては脱いでまた着て。サンキュー。あれ、青いシャツがなくなって悲しんでたんじゃないの。
それはご飯をこぼして服がちょっと汚れちまってな、大事な服なのにどうしたもんかと悩んでた。でも母ちゃんが綺麗にしてくれて、もう服もすっかり元通り。なんだそうだったのか心配して損した損した損した面目ない。でも心配してくれてありがとう。まだまだ子供だと思ったけど、こんなに立派になってくれて父ちゃん嬉しいさね。イエーイ。じゃあもう着るしかないっしょ。サンキュー。どう似合ってる。今度キヌとも遊んでよ。うんとね、じゃあキヌがクイズ出すから答えてよ。いいよ。ニューヨークへ行きたいか。キヌの得意な素材のクイズ。じゃん。ゴーゴートカゲとゴーゴーガエルはどちらも走るのが速くなるお薬が作れるけど、ゴーゴートカゲとゴーゴーガエルどちらの方が効果が高いでしょう。トカゲ。ガエル。俺やっぱガエルでしょ。でってでってでーでってでってでガエルだよ。大正解。遊んでくれたからこれあげる。ゴーゴーガエル。カエルさんはね、池とか滝壺とかお水の近くにいることが多いんだよ。でもガッツガエルさんは最近雨が降っても出てきてくれなくなっちゃったんだ。きっと海賊を怖くて洞窟でも隠れてんだよ。海賊はもういなくなったのにさ。楽しかった、また遊ぼうね。いいね、もうないのそういうクイズ。雨雨ジャブジャブクイズする。いいよ。ニューヨーク行きたいか。じゃじゃん。ビリビリマスとビリビリヤンマはどちらも電気に強くなるお薬が作れるけど、ビリビリマスとビリビリヤンマ、雨の間しか出てこないのはどっちでしょう。マスじゃね。残念、ヤンマだよ。雷が鳴った雨降りの日にキノが取ったんだよ。キノちゃんと金属のものにはお家で置いて取り行ったから雷なんか怖くなったよ。いや知識人だね。やろう。今のが一生いっぱいだからな。じゃじゃん。剣鯉と剣大はどちらも力が強くなるお料理が作れるけど、剣鯉と剣大ウォトリー村の海にはどっちでしょうか。それはもう剣大。正解。鳥さんがたくさんいるとこにお魚さんがいることが多いよ。聞いたかチューリー、鳥さんがたくさんいるとこにお魚さんが多いと。気でも同じでしょ。確かにチューリーさんの横にはシドくんがいるもんな。深いな深いな。よし、キノちゃんと仲良くしちゃったから、お兄ちゃんの方はちょっとさ嫉妬してて、おい嫉妬してんだろ、嫉妬の塊だろ。おい SHIT、 そうだ、青いシャツ父ちゃんより似合ってるさね。たく父ちゃんは人探すなんだから。でも青いシャツ探すの手伝ってくれてありがとう。だわいさ、おいらもお兄ちゃんみたいに困ってる人がいたら助けてあげられるような大人になる。こっから東の方にある最果ての島ってとこに海賊の寝床があるって父ちゃん言ってた。また来たら次おいらがやつけるから、お兄ちゃんは母ちゃんの料理でも食べてゆっくりくつろいで。サンキュー。よし、じゃあ続きまして、宝箱屋っていうのがあるらしいんだけど、そこか。なんだこれ、なんだこれは。あ、ここか。まさか本当に海賊を追っ払ってこのウオトリー村とうちの店を建て直してくれるなんて思っても見なかった。俺の店は宝箱屋って呼ばれていたな。まあ運試しのゲームみたいなことをやってる例ってわけじゃないが、そこの宝箱一つ選んで開けてみるわいさ。遠慮せずパカッとやってくれ。え、いいの。へえ、これまがしいよ。そう、やっべえ、これがいいんじゃねえの。うわあ、でっけえどんぐりー、松ぼっくりか。どんぐり。でもこれも実はいいんじゃねえの。でもこれ強そう。これ。あ、そ、なに。こっちの話か。でも、位置的に真ん中がいいんじゃねえの。連動してるじゃない。連動連動。バカ野郎。おめえさん何が取ったかこっちに来て見せるわいさ。そこのものじゃねえの。お、アウルピーか。なら、真ん中。やったまさかそいつを持ってかれちまうとはな。大当たり。ただの割にはいいもん揃えてるだろう。当たった景品は後日、
ご自宅に。何？当たった景品は、届くの？ちゃんと。ちゃんと届くの？そもそもほら、5ルピーって時点でちょっとあれって思ったんだけどさ、本物用意されてんの？ちゃんと。なんでサービスはねえから直接、よかったおっと、そうそう、忘れるとこだった。宝箱になったルピーを回収させてもらおうかしら。そいつは景品じゃないんだな。どうだよ、おめえさん。外れなしの悪くない運試しだろ。残りはまた今度だ。せっかく再建したばっかだってのに、店を閉める羽目になっちまったかな。しばらく経ってからまた来るように。サンキューということで、おやすさんからもらったものってどれよ。これっぽいな。33! やべえ33! なんかすんげえさ、振り心地のいいもの見つけたらさ、その33くっつけようぜ。もう今から33くっつけたからもう、楽しみで仕方がないよ。サンキュー。いいね、楽しいね。こちらは？謎を、あれ、あの人が住んでるじゃない、あの、お、そうだな。へえ、うわー、リアル。このほんのり赤く照ってるな、この炭がいいな。よーし、他にはご紹介がなかっただけでいろいろありそうだな。雨ってもう面倒だね。あれ、サバ、あれ、この人誰じゃないの？もうここゲルドの町じゃないんだね、うん、ここはよく雨が降るね。私の故郷ゲルドの町に雨なんて降らないからさ、最初楽しんでたりもしたけど、こう降られちゃ面倒だね。あのよくさ、ご座引いてさ座ってた、あのおばちゃんじゃねえの、気のせい。お、出てきたよ。村に戻れば妻の顔に笑顔が戻ると思ったのに、ウォーテリー村を有名にするために自分にも何かできないかって悩んでて、村長さんに家にいるからよかったら悩み聞いてやってよ。彼女が悩んでる横で寝るわけにいかないからね。僕はここで彼女の悩みが解決することを海に願っておくよ。え、本当旦那さんに聞いてもらいたいんじゃないの？旦那、じゃあ行ってみる？村長ハウス。これだっけ？あ、違った。いくら瓦礫をどかしても家宝の絵が出てこなかったらもうダメかと思った。でも桜田さんから絵は無事だと聞いてほっとした。兄さん、救世主様は強いだけじゃなくて家も建てられる。俺もいつかはここの村長になる身。救世主みたいな。気が早いんじゃねえの？気が早いんじゃ。お、ラブポンド。これよかったらうちにあるゼルダ様、が描かれたラブポンド。これのこと？これそれじゃないの？俺たち家族の、いや、この村の家宝。マリビエル・ゼルダ姫さん、この村を大層気に入られてよくお忍びで来られてた。ラブポンドの絵もその時にゼルダ様が描かれたもの。実はキキオさんが料理を開いたのも、チシャンとこのソルトスパもゼルダ様のアイディア。なかなかいい村だな。足とも相性が良さそうだ。うちの裏手にそびえるカール山にある池、以前は恋愛成就のパワースポットなんて言われて人気だったけど、どっかの村で売り出した輪っか飾りってのが持ってるよ。ラブポンには最近めっきり人が。でもマリビエル・ゼルダ姫さんはこの村に来られるために足を運ばれてた。そういえばラブポンドに行かれるのは決まって夕方だったな、うん、ゼルダ様は未だ行方不明で聞いてたけどすぐに戻ってこられるはずだわいさ。きっとお疲れだろうから、その時はまたこの村でゆっくりしていってほしい。夕方ラブポンドにて、へえ、行ってみようか。今12時55分。ちょっと急いで村長ハウス行かなきゃ。村長ハウス。料理屋、宿屋、宝、役に立たねえんだよなこの地図が。
あ、これやっぱここで会ってた。聞いたわよ、あなたが桜田さんと協力して村を立て直してくれたんですってね。みんなから話を聞いて、もしかしたらあなたじゃないかと思ってたわいさ。本当にありがとうだわいさ。私の父ローゼルも感謝している。な、え、お父さんが村を占拠してた魔物たちが退治されたって聞いたから様子を見に来た。あなたのおかげでだいぶ村も元通り、生まれ育ったこの村に平和を取り戻してくれて本当にありがとう。私もオーテリー村を盛り上げるために何ができないか考えてんだけど、お腹が空きすぎて頭に浮かぶのアイディアじゃなくて、昔食べたハイラル米とゴロンの香辛香、タイと一緒に煮込んだ、タイと一緒に煮込んだ、タイと一緒に煮込んだ料理、あの料理さえ食べれたら村を盛り上げる、すごいアイディアが浮かぶ。材料集めが難しくてなかなかこの村じゃ食べられないよね。悩めるローレル、ランチがあの料理だったらランチさん。へえ。たびたびよ出てくるけど、その香辛香ゴロンでついてるぐらいだから有望の町で売ってそうだな。だけど残念だったな、有望おめえのとこに行くのは最後だっていうことですよ。最後になっちゃうけどいい、おめえのとこに行くのは最後だ。後回し後回し、後回しに決まってんだろ。いやー楽しいな。じゃあまあその何裏手にあるラブポイント、地図でもう見えちゃうんじゃない、この裏手だろ。カールさん、カールカール、彼らがさ結構スケールのできること言ったりするときあるからな。あ、これか。あ、これね、ここね、行こうよ、ここせっかくだから。それもそうだし、他にも行きたいとこあるんだよ。あのほら友達んとこに行きてえなみたいなさ、小僧に前回出くわしたじゃない。それも気になるよね。いろ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 とやってみたいことがある。なんならほら監視トイレのここ出身の人たちに報告もしてあげたいしな。どこまで行くの、キノちゃん。わー、遊ぼうよ。ほんとね、クイズいいよ。キノ母ちゃん料理が上手でね、だから素材に詳しい。冷気の実を料理に使った時の効果は、1番体が氷のように硬くなる、寒さに強くなる、氷の攻撃出せる、料理に使うとこれじゃね。正解。あれ、いっぱい、せっかく母ちゃんが作った料理あげようと思ったのに。お荷物なくなったらあげる。お荷物なくなったらあげるって、よーし。すでに肌満タンです。食べますか。太っちゃう太っちゃう。キンキン魚入りミルクスープ、寒い場所で攻撃が強くなる、キンキン効果、ぶつ切りにした魚の身を入れたミルクスープ。それそれさ、飲んでも飲んでもさ、あの小骨刺さったりしない。それ何にも気に、小骨のこと気にせず飲んでも大丈夫。なんでこんなこと言うかっていうとよ、実際本日の足、喉に魚の小骨が刺さってます。実はよ、喉によ刺さってんだよ。マアジを三枚おろしにしたものをですねいただいたんですよ。そしたらさ、なんか喉痛いなってなったんだよね。マアジの小骨が喉に刺さってんだよ、現在進行形。 ING だからな、 ING だからよ、唾を飲み込むたんびによ痛えんだよ。痛え、喉が痛えんだよ。だからさ、三枚おろしのさ、そのマアジさんってちょっと骨が見にくいんだよね。だからはっきりだよ、サンマの骨みたいにさ、骨太でさ見やすいんだったらよ、骨をさ上手にさ取り除くことだってできるんでしょうけれども、三枚でおろしたマアジさんの骨はさ、マアジさんの骨はよ見づらいもんだからさ、そのまま気にせずよ飲み込んだわけですよ。そしたらまあまあ喉が痛いわけよ。
喉が痛い痛いなのよ。よし行くぞ。現在進行形でございますよ。まああれだよな、シド君からしたらよ、魚の力をなめんなよみたいな。登れるグッズどこ行った、登れるグッズ、これか。よーし、一歩村を出ちゃうとな、もう父ちゃんの青いエビのシャツをね、脱ぎ捨てていくっていう。おなんか抱きかかえてるよ。まさか雨にマジでいつまで続く？だいぶ続きそうです。だいぶ続くのか。結構近くまで来てんだけどな。ちなみにあの上のあそこには行ってんの？あ、行ってねえじゃん。明らかに行ってねえよな。行きたいよね。なんか降ってこねえかな。結構な雨じゃ、結構な雨じゃねえか。なんかあの、一回いただいたよね。登れますみたいな。それもしあったら使っちゃおうよ。登れますグッズみたいな、なかったっけ。なんかもらった記憶あったけどな、何も意識せず食っちゃった。登れます的グッズ、それかあれか、レシピだけは教えてもらった格好だったかな。そうですか。そう、だいぶ続くよこれ。いけねえか。参ったね。よいしょ。まあいいよ、ゆっくり過ごそうよ。ここだったらなだらかなんじゃない？ほら、いけそう。なんで地図が天空になっちゃってる。よし、行こうぜ。お、ラブポンドも大事だけど、あれ逃すわけにいかねえな。だけど夕方なんだよな、夕方。参ったな、夕方もう二と大物になっちゃう。ちょうど夕方なんだよな。どうですか高さ的に。ちなみにポンドはそっち、こっち方面ね。もう目視できそうだけどな。んで相当高いんだな、あれ。先っちょからなんか逆ピラミッドみたいになってるし、まあいいでしょう。ラブポンド目指すか。姫の愛したラブポンド、この辺らしいよ。あ、みっけ。あぶねえ。やべえ、すっげえいるぞ、妖精様が。おいで。やめろ。やめろって言うべきなのか、サンキューって言うべきなのか、今はちょっと。ソーセージ。まあいっか、2個掴めただけでもうよしとしよう。いやー楽しかったな。じゃあ次はどうする？
村はどうよ、もうだいぶ全体像は見た感じ。あ、言いかけたけど、あそこ行くか。じゃあ眺望台のとこによ、友達のとこでっていう子がいた気がするんで、これか。いや違うな、眺望、こんな方なのか。行ってみよう。そんでそんで場所的に言うとテントのあたりだった気がするんだな。この辺で見なかったっけ？あ、いた。頑張ったな。楽しあげて待ってくれたり、急いだりつきたい。疲れちゃって。疲れちゃったって？転がったらいけそうだけど、あれ？使ってくださいよっていう。使って、お！使ってくださいよ言ってるな。よいしょ。んで、ひでえひでえ角度だ。どう、これでいい塩梅になる。で、絶対あるだろう。あったあった。こっから見るといい感じだけど、近くに行くと変なとこについてたりしない？よいしょ。で、こんなのもつけちゃったりして。うわー、楽しそうだな。初めてでもミニ四駆を組み立て、それをオフロードでさ走らせようというね、その瞬間の気持ちの高ぶり思い出すな。よし、最前列乗せてあげるよ。よし、行ってみよう。イエーイ。でってって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 危ねえ。なんかターボとかやりたくないな。ブシューンって加速があったら面白いな。これズン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 。でってってでってってでってくてでってくて。これいいな。これ登録しておきたいな。素材はなかなか集まりにくいかもしれないけどよ。しかも結構省エネ。いいね。ブループリント。彼が乗ってるバージョンを登録したら彼ごとついてきたりするの？イエーイ。入った入った。どうぞ。やっはっはっは。いいねいいね。さーて、じゃあ無事によ、無事に救えたっぽいんでな。こっからは思う存分足がやりたいことをやりたいようにやっていくのコーナー開催してもいいかな。追われてるけどよ、すごい勢いで。あっしがやりたいことをやりたいように、追われちゃってる。やりたいようにやるコーナー行くぞ。やりたいこと行くぞ。それはよ、これよ、これ。久しぶりによ、ジョシュアちゃん探検やろうよ。ほら、バッテンマーク行きたいじゃん、こんだけよ。ほら、宝の地図みたいにバッテンマークが振ってあるんだからよ。まだこれしか見てねえんだから。
行こうぜ行こうぜ。なんでこれが近くにあるっぽいんでね、行ってみよう。ワープ、残念だったな。アッシュはこういう技が使えるんだぜ。まあこうやって煽ってよ、彼らもさ研究熱心でさ、彼らもそういう技が使えるようになったらもう大変なことになるぜ。大変なことになるからな。あと一撃で、あと一撃でガノンさん倒せるって時にガノンがこれ使って逃げたらさ、もう発狂するしかないだろう。お、誰かがご丁寧にお肉とヤシの実と明かり花とはいろいろ用意してくれてる、キノコっぽいものから。サンキュー。掴んでくれ。やったやった。焼き台、あ、料理扱いね。あれ、え、なぜ、なぜなのか。なぜなのか。今日はご機嫌斜めのようだよ。よいしょ。湧いてるじゃねえか。なんかかがり火みたいなもんついてるし。おい。復活しちゃってるじゃん。これ届く？お、させるかよ。やっべえ、アッシュの黄色いメーターこの箱に奪われた。やるな、この箱にせっかくの黄色い余剰スタミナ奪われたぜ。やるな、黄色いメーター、やるな、やるな、あのメーターじゃなくて箱。ね、寝ちゃってる。疲れちゃったか。疲れちゃったらしいよ、体も。360度。タフだな。ぶん回すか。お、サンキュー、さすがチューリくん。復活しちゃうのね。でもまだ
ブヒブヒ聞こえるぞ。お、あの上楽しそう。行ってみようぜ。なんもなかった。よいしょ。すぐ寝ちゃうんだから。いなくなった？よし、じゃあこっから行くぞ。もうね、3時間散歩。あっという間にね、お時間を迎えそうなんでね。とりあえずさ、行ってみたいのだよ、足は。自分のための時間っていうのをさ、ちょっと割いてみたいじゃん。よし。どうも、ちなみに。これ6ね。はてな。おお、棒。サンキュー。そういえばよ、ここで調査をしていたあの人物、村が平和になったって伝えてあげるか。人物人物くん、いた、人物くんいた。もう戻ったら、もう少し。おう、また来たのか。俺も逃亡したいの報告できた。芝出るつもりだけど広くてな、うん。そうですか。さて皆さん、お久しぶりなんだよ。本当に楽しみだな。発見、深穴、いざ、ワクワク、久しぶりだよ。やべ、ダイビングモードになっちゃってる。大丈夫かな。この状態で、あ、これだったらいけるか。いやー、楽しみだな。来たぜー。ちょっと軽めのものがいいな。軽め焼き。久々の地下、ほんと久々だよ。はてな、騎士の18、やべえ、それ欲しいだろ。それによ、先っちょにいいものつけたよね。あの最上級のものはつけないけど、じゃあ焼き大根棒よし、危ね、チューリ君が吹き飛ばしそうになってる。よし、イエーイ、強力な攻撃を繰り出すことができる。へえ、なんかほら、キラーンってついてる。キラーン、あんま見ないね、このキラーンマーク。よし、じゃあ先っちょに、もうこれは顔みたいだもんな。27 26、ダイヤモンド25、これ結構耐久力あるんじゃないの。まあ、とりあえずこれつんのー、もういつでも飛ばせるよみたいな。これ飛ばさねえよな、チューリック。大丈夫よーし、これによって44、黒リザルエッジ、いいね、いいね。さあ、ワクワクだよ。お、スカイフィッシュ的な。足をいざなってるね。逃げろってか。
なんか人工建築物が。古都の闘技場、グラッデンこと松井秀喜。いや、4番落合おいおいおい、ちょっと何ですかこれは。やっべ、ビリビリピーピリピー。どうするどうする、楽しくなってきた。へ、残念だったな。どうするどうする、まあ普通でいいな、普通です。ちょっとさ、あれだあれだ、マックスマックスマックスにしとこうぜ。へへーん、んでんで、どういうスタイルで戦うか。まあパンツはある程度なつけときたいな。で、こういう時こそエビだよ、エビエビがいいよな。で、なんかチャームつける、チャームポイント、足のチャームポイントは。よし、来たよー、第二陣来たよー。お、電線また来たよー、外したー外していく。それいいじゃん、それ大岩さん、大岩さんはもう持ってね。へへへーんだ。あ、それ危険。それなんか魔法ついてんじゃん、それ。いいぞいいぞ。もう時代劇の掟を破っていくシド君ね。もう容赦ねえからちゃんとダウン攻撃もかましてるからな。ダウン攻撃、シド君はさすが最近の子たち、さすがだよ。鉄拳世代だな、シド君は。容赦ねえんだよ、シド君は。輝きの実、輝く白いからの、足だって容赦しねえぞ。どうする、やめとくか。危ねえ、いると思ったんだよ。壊れそう、壊れたか。まあ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 。じゃあ続きまして、耐久力の高い。ズレーン。それいいな、それ。あ、なんか後ろから追われてる。粉砕、足の武器は粉砕。やっぱこれよね。
白銀ボコブリン角。へえ、これ強いね。これもうお世話になってます。ブーメランフィニッシュ。何が入ってんでしょうね。楽しみだな。うわー、良さそうなものがいっぱい。大岩ハンマー、どうするどうする。もう欲しいものだらけよ。欲しいものじゃない、欲しいものだからな。開けてみよう。で、正気ガードだとミドナの冠。いや、最高最高だぜ、最高。ほら、シド君をこれザ・万力、ザ・万力がミート君の体をギシギシ、ギシギシ。その時だったー、ウォーズメンが超人墓場からこう救いにやってくるんだった。ギシ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 。あ、シド君よりかは、チューリ君がちょうどミート君っぽいな。これギシギシギシ、ミート君の体中の骨をこれで粉砕しようと思った。その時だったー、超人墓場からやってくるウォーズメン。なんてな、君たち世代には古すぎるか。すれすれ、君たち世代はちょっと何のこと言ってるんでしょうかねみたいなね、そんな感じだったんでしょうね。いや、もうテンション上がっちゃうんだよ。久しぶりの地下だからな、もうやりたいことをやりたいようにやらしてるからな。ふぇーん。じゃあまあちょっと普段使いできそうなもの、まあ、岩ハンマー、これちょっともうちょっとあのコンパクトなものに持ち替えてもいいよな、これ。なんで、こんなにないコンパクト。悪くないよ、こういう長いやつね。威力は8。悪くない。よし。いやー、楽しいね。ちなみに、なんか根っこみたいな根っこ。ほら、根っこを照らせみたいなのあるじゃん。根っこ照らす。この上いける？いけるんです。どこよここ。あ、あれか、 VIP ルームか。右京さんがいそうだな。んで、面白いな。そっから入ってきたんだな。根っこ探し始めるぞ。根っこ探し。猫探しじゃないぞ。根っこな。よーし、今こそ、ひっかき棒チームの出番です。いいね、いいね、最高最高、素材も最高だよ。それっぽいよ。
ベベーン。おやおや、おやおや、形が最果てっぽいじゃん。あれ、ハート取られた。チューリくん聞いてくれる？ハート取られた。スパでよ、丸一日スパ漬けでさ、増やしたハートどうなったと思う？取られた。取られたのだ。取られてしまったのだ。まあ、言い訳なんだけど、最果てのよう、あれっぽくね、この形、ほら。なるほど。ほら、見てよ、この、連動してるんじゃん。ほら。で、これが、ギリギリ。なるほどね。そしてどうだい兄さん、ワンクレジット1クレやっていかないかいって。じゃあ本日の3時間散歩これで終わりにしようか。ブートさん、雨の日の飛行データも欲しい。何、天候が変わることによって条件も細かく変わるのか。やる。ありがたい、20ルーピー。ああ、みもじくん準備お願いだな。ああ、ちょっと待っててくれよ。よし、行ってみよう。ああ、必要ない。それでは皆さん、本日は最後までこのお散歩配信ご視聴いただきありがとうございました。見えねえ、見えねえ、どこよどこよ。前の感覚で言ってるかな、以前やった記憶の感覚で。見えねえ。あ、ほんのり見えてきた。こっちこっち。ありがとうございました。またよろしければ次回もお楽しみに。失格かよ。降りてしまってはダメです。おい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 、そこは頑張って踏ん張ろうぜ。おやおや、滑って落ちてしまったのかな。霊金はなしです。ちょっともう一回やしてくれよ。おまけだよ、おまけ、おまけのおまけの汽車ポッポだよ。さあ行ってみよう。でんででーん。さあ雨降ってね、視界が悪いですけれども、だいたいあの辺であろうという目測で行ってみよう。もうちょっとコード下げようか。どうよどうよ。あ、もっと左、上がれ上がれ、もっと左。あ、いいんでねえの、いいんで、あ、ろろろ、ここでお願いします。下ろして 9.5。 ああ、中心部だと 9.5 だね。まるで本物の鳥のような華麗なフライト。みもじくん、約束の礼金。ああ、100。最高最高。もう飛ばねえよ。ということでお別れの挨拶したけど、ご報告したいんでね。
お願いします。あれ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 、いいの君、入っちゃって、おいおいおい、この監視トレードのまこっちゃん、入っちゃっていいのこの中に。ああ、カウリング様、こんにちは。どうすか、消防台、お役に立ってますか。実はこの消防台、我らえのきだ工務店の仕事なんですよ。もちろん設計はプロ様ですけど、世界を股にかけた一大事業。市から村っていう、ここから北東のあっかり地方にある小さな村の一つの店に過ぎなかったっす。けど、社長のえのきださんがものづくりの天才で、その噂がマリビエル・ゼルデ姫様のお耳に入り、ハイラル復興のための事業を任されることになったわけっす。あの、とんがった耳ね。自分よくわかんないですけど、最近はマイホーム作りに力入れてるらしいんで、あっかり地方に行った時には市から村に立ち寄ってみてくださいっす。宣伝入ります。何を見てんだ、そんな熱心に。よし、ゴッホ王国、あ、ゴッホ王国、平和になって、あ、ウオトリーの村のみんな、ウオトリーの村のみんなのこと心配だわいさ。なあ、やっぱり俺がウオトリー村まで見に行ってきてもいいさね。ん、何バカなこと言ってるの。海賊がまだいたら危険だわさ。故郷が奪われ、あんたにまで何かあったら、あたいは、あ、お客さん心配、失礼しました。ゴルカレコウコウ、え、海賊はもういない、ローゼル村長や村のみんなは無事。そんなに驚いてくれたら嬉しいよ、そのリアクション。なんかもう、某タンタンみたいな名詞しちゃってさ。タンタン元いティンティン。よかったよかった、みんな無事。それにもう壊れた建物が建て直されてるなんて信じられない。俺たちが一番知りたかった話を教えてくれてありがとう、たまえさ。そうさね、そうさね、これはお礼代わりさね。遠慮なく持っていくわいさ。やったー、岩塩焼きガニー。その力岩塩焼き岩塩。これはお恥ずかしい、その岩塩じゃなくて岩塩焼きガニはあたいの自慢の料理さね。食べるともりもり力が出てくる一品、遠慮なく受け取るだわいさ。海賊がいなくなって村も元通りになったってことだな。俺たちのお店も心配だし、俺だけでも魚取り村に戻った方がいいかもな。あ、でももしムベが寂しいって言うならまだここにいても。あ、何寝ぼけたこと言ってるさね。再建した今こそ村人が一丸となって村を盛り上げないとどうすればいいさ。この店はあたい一人で。あれ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 、いいの、逆にいいのそれで。あんたはすぐにでも村に戻ってあたいらの店を再開させるさね。わかったよ。俺はもう少し一緒にいたかったけど、で、私はちょっと一人身になってみようかしらみたいな。じゃあ俺はウオトリー村に戻るさね。村のお店は任せるわいさ。もう単純そうだ、単純、失礼、純粋そうだからな。旦那様の方は。で、これからは楽しい生活待ってるムーベさん。ね。ウオトリー村のこと知らせてくれて本当にありがとうだわいさ。海賊たち荒らされた村も元になったようだし、あたいも心置きなくここで商売できる。よかったな。はいはい、あ、はいはいはい、よかったよかった。じゃあ稼いだ100でこれを全部買うな。うんで、やも竹、まあいいでしょう、稼いだからな。これを元手に思う存分このハイラル地方で遊んでくれよムベさん。はい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 、嬉しそうだぜムベさんが。もう臨時収入みたいなもんだから、もうタップしさ、そのお金で遊んでくれよ。はい、じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。ええー、じゃん、会議室でお弁当食べてもええじゃん。じゃあね、さよなら。あれ、ええじゃん、ムベがほら手拍子しながら誘ってるよ。ええじゃん、誘ってるよ。誘う踊り。ご視聴ありがとうございました。